こんにちは、ミルキーナオです。今日はですね、九州場所に来てまして、今ちょうど終わったところでございます。ということで、今日はちょっと九州場所のご紹介をしたいと思います。見えますか？こんな感じ。はい、この大相撲九州場所ですが、だいたい11月の中旬から下旬にかけて開催されます。今年2022年は11月の13日日曜日が初日でして、11月27日日曜日に千秋楽を迎える予定です。一昨年の2020年はコロナの関係でちょっとなかったんですけれども、去年も今年も無事開催できてよかったなぁと本当に思っています。そしてこの大相撲九州場所が開催される会場は福岡市博多区にあります福岡国際センターというところです。まあ、九州場所お相撲がないときはいろんな、ね、展示会であったりとかいう会場なんですけれども、だいたい博多駅からも、そして天神からも自転車で10分ぐらいで着く場所です。便利がいい場所です。はい、ということで、ここからのお時間はミルキーが選ぶイケメン力士ベスト3をご紹介したいと思います。もう本当にね、たくさん素敵なお相撲さんいらっしゃいますので、今回は現役の土俵に上がっている現役の力士さんの中で、私が勝手に選ぶ素敵だな、顔が素敵だなという方をベスト3をご紹介したいと思います。はい、まずは第3位、じゃじゃーん、こちらの方、炎鵬、炎鵬関です。宮城野部屋の石川県出身の炎鵬明関でございますが、私彼最初見た時にアイドルかと思った。まあ、とにかくとてもね、すごく可愛らしいお顔立ちなんですよ。身長も167センチで小柄なんですけれども、で日本人ってさ、なんか小さい、ね、方がこう強いと嬉しいじゃないですか。でも炎鵬さんの魅力というのは、なんかそういうことじゃなくて、実はすごくちょっとこうね、アイドルっぽい可愛らしいお顔立ちで、ね、小柄な感じなんですけれども、男気、なんかメンタルがすごい男っていう感じが非常にするんです。もうこれからもね、応援していきたいと思います。ミルキーが勝手に選ぶイケメン力士第3位は炎鵬明関です。続きまして第2位のご紹介です。ミルキーが選ぶイケメン力士第2位はこちら、遠藤、遠藤翔太関でございます。彼も石川県出身で、お部屋は追手風部屋の遠藤翔太さん遠藤関です。もう彼はなんていうんですかね、いわゆる正統派イケメンなんですよ。すごく優しい感じで、均衡法制な感じで、真面目な感じで、まあ個人的にお知り合いでも何でもないので全部な感じでってつけてますけれども、でもどうやら聞くところによりますと、とても真面目な方で、すごく誠実な方ということで、正統派イケメン遠藤翔太関がミルキーが選んだイケメン力士第2位です。そしてミルキーが選ぶイケメン力士第1位はこちらの方、翔猿。はい、翔猿正哉関でございます。この方東京ご出身で、追手風部屋の方なんですけれども、なんていうんですかね、キリって感じ、キリって感じ、もう土俵に上がった時もキリって感じで、よく彼がするポーズで、なんかこんなポーズするんですけれども、なんかそんな可愛らしい一面も持ち合わせていながら、もう土俵に上がったらキリッキリッっていう、なんか鋭い刃物のようなかっこよさ、身軽さ、そして
ステージじゃないですけれども土俵を降りたらちょっと可愛らしさもあるということで、ミルキー一押しのイケメン力士翔猿関でした。以上、ミルキーが選ぶ、勝手に選ぶイケメン力士ベスト3のご紹介でした。はい、ということでミルキーが勝手に選ぶ現役のですよ、あくまで現役のイケメン力士ベスト3をご紹介させていただきました。で、今回こちらは令和4年度大相撲力士名鑑、これはですね、ベースボールマガジン社が出しているものです。Amazon でも買えますし、私九州場所の売店で買ったんですけれども、それぞれの場所中に開催されている売店で買うことができます。もうこれフルカラーでね、いいんですよ、かっこいいんですよ。はい、なので気になった方ぜひね、こちらの方もゲットしてみてください。で、ミルキーご紹介した方以外でも、もちろんね、お相撲さんは顔だけで撮るわけではありませんので、まあ、いろんな総合的に優しそうな正代関が好きっていう方ももちろんいらっしゃると思います。実は高安のファンなんですっていう方ももちろんいらっしゃると思います。なのでね、いろんな角度からお相撲を楽しんでいただきたいなと思います。意外とでも私と同じようにイケメン力士好きっていう方もいらっしゃると思いますので、ぜひそういったとっかかりでもいいと思います。いろいろ応援して盛り上げていけたらなと思います。以上、ミルキーナオでした。ありがとうございました。バイバイ。